成された社会人リハビリチームです。チームコンセプトは伝統と流行の融合、本場高知のよさこいなれこ踊りを大切にしながら東京の流行を取り入れ、常に新しいよさこいを目指しています。2023年度のテーマはユートピア。踊り子もお客さんもスタッフの皆さんも心が踊るユートピアを4分半に詰め込みました。高鳴ったの掛け声に合わせてお手持ちのタオルを振って一緒に踊りましょう。こんにちは、入ってますね、東京の真夜中と申します。よろしくお願いします。朝恋のステージ楽しんでいらっしゃるでしょうか。ちょっとね、体が冷えてきたという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ぜひ丸高の演舞一緒に体を動かして盛り上がっていただきたいと思います。ちょっと練習してもいいですか。僕が高鳴ったというので手を上げて膝にリズムをつけて高鳴ったと言ってくださいね。いきますよ、はい、いきます。高鳴った、もう一回いきますよ。高鳴った、上段の皆さんもいいですか。高鳴った、さあ行きましょう。それではお披露いたします。心躍ればユートピア。
習。なるなかの皆さん、ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。